行ってるそばから早速寝るとか <laughs> ひどくない私と一日過ごして疲れてたんだね確かにちょっと眠くなる映画だったしあの主人公はレプリだと思うごめんまだ頭が働かないかこっちこそ爆睡しちゃってごめんね <laughs> 大丈夫だったママとパパは寝落ちしないからね 朝から皮肉誰かさんには負けるよ昨日は本当楽しかった私も会えてよかった子供の頃とはもう全然違うけどでもマックスといたら海賊ごっこしながら森を走り回ってた時と同じ気分になれたこうして一緒に過ごせるだけで私にとっては。 <laughs> もうまたいつもの頭痛が始まったよ2階のバスルームへ行ってモルヒネの注射器取ってきてくれる注射器大丈夫最新式のやつで針も極細でさほんと冗談じゃなくて持ってきてくれるかな私が取れないように2階にあるんだけどマックスなら階段上れるでしょ待ってて マックスは私がこんなでも一緒にいて気まずくないまさか。そんな気使わないでよ。もう住む世界が違うじゃない気軽に出かけることもできないし。痛みがひどいと一日中麻酔でぼーっとしてるし。でも私は恵まれてるよ。パパとママに大事にされて。今日はこうしてマックスにも会えた。うん。 他に何か欲しいものってあるそうだなイチャイチャできる相手とか <laughs> 赤くなってかわいいマックスは付き合ってる男子いないのそんなのいるわけないよ学校にかっこいい子はいるけど私なんか相手にされないし何言ってんのマックスはモテるよ今に誰かから告られるね オーレンってことちょっといい感じだったんだけど、<laughs> チャンス逃しちゃったみたい。残念。まあ過去は忘れて次に目を向けよう。<laughs> なんかパパに似てきたな。おじさんとは、その、今も仲良くやってるもちろん、パパ大好き。私とママをすごく大事にしてくれる。親孝行できたらな。 一緒にいることが何よりの親孝行だよ迷惑かけてばっかでもそう言ってもらえるとちょっと気が楽かな払っても払ってもキリがないよかったついにパリに行けたんだね 基本だけでこんなにクロエに大きな HD テレビを上げて自分たちはこんな古いのを使ってる医療費のために家までなくすかもしれない。 そんなのないよおじさんあの今お話ししてもいいダメダメ請求書の整理中だからなんてねダメなわけないよ久しぶりだね本当におじさん全然変わってない <laughs> なんか嘘みたいそりゃ別人になってたらえらいことだ <laughs> マックスは大人っぽくなったねでどうしたの うまく言葉が見つからないけどクロエがこんなことになるなんてほんの数分の出来事が運命を変えてしまったでも命は助かったしクロエはよく頑張ってる本当にでもおじさんがいてくれてクロエのお父さんがいてくれてよかったジョイスも頑張ってくれてるしねもし僕がいなかったらクロエはどうなってしまうか考えるだけで怖いよ おじさんこの先何があっても私はずっとクロエのそばを離れません絶対にああ分かってるともクロエの部屋を見てびっくりしちゃったハイテク装置だらけであの部屋一つで豪邸が何軒も立つぞ実は保険だけではなかなか厳しくてねやっぱり医療費の負担はかなり大きいんですね 正直途方に暮れてるよ。家のローンもろくに払えない。でもまあ、なんとかなるさ。僕たち一家はプライスレスだからね。またおじさんとおばさんに会えて、なんかすごく懐かしいです。そりゃ、ノスタルジーってやつだね。<laughs> クロエも喜んでるよ。もちろんジョイスもね。この街もまだ捨てたもんじゃないな。多分。 異常気象に動物が死んだり何が起こってるんでしょう僕にはさっぱりだノストラダムスの予言が現実になったのかな僕はクロエとジョイスが幸せでいてくれればそれでいいよレイチェル・アンバーって子が行方不明だって新聞であの子もブラックエルの生徒だったねかわいそうにご家族は悲しんでるだろうもしクロエがいなくなったりしたら 考えるのも恐ろしいこの町といえばプレスコット家ですけどおじさんはどう思います最低の連中、以上よくご存知なんですか正直関わりたくないがジョイスがパンエステートで働いてるからねいやむを得ずさパリ旅行行けたんですねうい、マドマーゼル <laughs> フランス語はそれしか知らないけどね クロエは大喜びだったよ目に浮かぶよ家族で海外旅行なんておじさん達最高ですよクロエは留学したいとまで言ってねもうかなわないことだがこの世は非常だよそろそろクロエのところに戻らなきゃおじさんと話せて本当によかったです根性の別れみたいに言わないでくれよまたいつでも邪魔しにおいで 車の鍵一つで運命が変わるなんてクジラは竜巻の前触れそれにプレスコット財団やだなレイチェルはここでも失踪中全部は変えられないんだああこの落書き変わってない 何ののためのだか素敵なお家おじさん壁を全部塗り終えたんだね鳥が死んでるここでも同じことがボンゴごめんね。 この世界に変わる前にあなたはもう部屋から見えるように絵の位置を変えたんだクロエああブランコがない取り外された時クロエ悲しかったろうな景色が見える部屋でよかったね おばさんのクーポンがいっぱい前は貯金箱だったけどそんな余裕ないかガレージセールなんて前は絶対やらなかった借金がこんなに娘の世話をしてるだけなのにひどい。 謎だらけの町アルカディア・ベイマックス遊びに来てくれてありがとねおはよう子供の頃はお泊まりすると大騒ぎだったのにね懐かしいなまたこの家に泊まれてうれしいいつでも歓迎よ マックスが遊びに来てくれるなんてあの事故以来初めてのことねもっと早く会いに来るべきだったクロエに寂しい思いをさせちゃったなそんな心配しなくても大丈夫よ今こうして会いに来てくれたんだからおばさんたちが仕事の時クロエはどうしてるの看護師の人たちが交代で見てくれてるわクロエは相変わらずトラブルメーカーで困ったもんだよ 実はねクロエの症状はあまり良くないんだ呼吸器系がかなり弱っていてね <laughs> もうごめんなさいねそんなおばさんたちこんなに頑張ってるのにどんな時も家族3人で過ごす一瞬一瞬が宝物よ家族ってそういうものでしょ何があったって一緒に乗り越えていくわ おじさんも元気そうでよかった相変わらずおばさんと仲がいいねあの人は本当によくやってくれてるクロエも私も幸せ者ねおじさんは変わりないそのいろいろあって大変だったでしょあの人は全然変わりないわ本当に感謝してるあの人なしじゃ生きていけないぐらい心から愛してるの <laughs> やだわ恥ずかしい おばさんは素敵だよ <laughs> どうなのかしらねでもありがとねおばさん元気だったなんとかやってるわそりゃあ楽な暮らしだとは言わないけれどこの町ではそれはみんな同じことよでも仕事とか大変でしょウィリアムも私も毎日朝から晩まで働きづめ言うのも嫌だけど パパンエステートでパートトで勤めもしてるんだプレスコット家とも知り合いなのショーン・プレスコットはアルカディア・ベイを丸ごと買い占めるつもりなのさあんたも息子の姉さんには気をつけなさいデイビッド・マドセンって人知ってるダイナーのお客さんにそういう人いないかなずいぶん唐突だね店に時々来るバスの運転手さんのこと 物静かでハンサムな人だけどどうしてああ別にちょっと聞いてみただけ好奇心旺盛なところは子供の頃から変わってないねおばさんここ最近起きてる異常な現象の原因は何だと思うさあこの町がもうそっとしておいてくれって怒ってるんじゃないかね正直私はうちのことだけで精一杯だようんそうだよね ただ鳥が死んだりクジラが打ち上がったりしているのは気になるねクロエのためにも少しは気にした方がいいのかもしれないそろそろクロエのとこに戻らなきゃおしゃべりできて楽しかった私もよクロエもとても喜んでるわ昔はタバコ吸う人が大嫌いだったのにもう十分スーパーママだよ んな、クロエの状態がこんなに悪かったなんて幸せそうこんな未来想像してなかったよねこのクロエすごく可愛いい誰が撮ったんだろう おじさん、頑張ってるな昔と変わらない <laughs> マックス元気変だな前より老けたみたい。 ハーブの薬も使ってるんだあったクロエにモルヒネを持っていくことになるなんて。 スコット財団の援助は無理だろうね歩行器クロエがまた歩けることを願って買ったんだおもちゃ中に何が入ってるか見てみたい靴ブーツでどかどか歩くのが好きだったっけ おじさんの兄弟のことはよく知らないなまだこの現実に戸惑ってるみんなに苦しい思いをさせてる私のせいだおじさんのことクロエに決めてもらうこともできたけどそんなの残酷すぎる でもまた三人一緒になれたんだよね私にはこれを壊す権利なんてないよクソオヤジから隠れる必要はなさそうだね青い蝶きっと偶然だよね しょうがないなありがとうやっと楽になれるでも失敗したら大変だよ心配しなくても大丈夫簡単だから痛くないし分かったでも何かあったらすぐおじさん達を呼んでねうん大丈夫 最近痛みが増してるんだけど今日は調子がいい方だよこうしてマックスと一緒に過ごせるだけで本当に幸せあごめんエモいしキモいよね薬のせいかなキモくないよ他に必要なものあるああさらにエモキモで悪いんだけどさそこにアルバムがあるから撮ってくれるかな 子供の頃にマックスと一緒に撮った写真が見たいの大丈夫エモさなら私の日記に勝てないからそれにクロエと一緒に写真を見るなんて断れるわけないじゃん 私たたちこんなにちっちゃかったんだねお人形みたいうんこれは東大に行った日だねパパにめちゃくちゃ怒られたよね反省しなさいってさなのにクロエ笑うんだもんうちなら感動だよああこれいい写真だね海賊ごっこした時のだ。 結局街を乗っ取ることはできなかったねマックスならできるよ懐かしいパンケーキ作った時だこの写真大好きパパがこれを撮った日からまだたったの5年か私には昨日のことのようだったらいいのに うんこの写真もしかしてもう一度あのね私は呼吸器系が弱っててその回復の見込みはないのお医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね パパもママも私も、これ以上は苦しむだけ。私はそんなの嫌だ。え何が言いたいの私ね、またマックスと一緒になれて、もう思い残すことがないんだ。街を二人で駆け回ってた、何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。今日その願いが叶ったよ。だからこれを、最後の思い出にしたい。 わかるうんでも天敵の目盛りを中一に上げるだけでいいのクロエ私にはどうしたらいいかわからないよ学校の友達にね 全部終わりにしようとした子がいて私はその子を救おうと全力を尽くしたの私にはこんなことをする権利はないよきっと別の方法があるよマックスはその子を見捨てなかったそうだよね私も同じこと頼んでるだけクロエを助けてあげたいよでもこんなのは間違ってる マックスは自分で選べる。何かを決心したら行動すればいいだけ。でも私は、何から何まで、人任せ。最後ぐらい、一番重要な決断は、自分で下したいの。だから、力を貸して。 クロエこのまま眠っちゃうだけマックスの夢を見て幸せに。 ありがとうマックス写真家の夢きっと叶えたよね私を忘れないでバカ大好きだよまた会おうねすぐに会えるよ 我这三个吗 最新のパソコンを買うんだ。フラッシュは平気だったかいアルバム行きだな。もしもしジョイス。え,えそんなに荷物が多いなら車で迎えに行くよ。くそ、鍵はどこにいんだ汚いことは一番バッキン。バッキンじゃなくて大学資金な、鍵は。 発見こんなところにいたのかあとワインの試飲会はダメだぞえい、ー、うこと聞かないとママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキはお預けだマックスはどうするマックスん人いそうだもな。 のマックス絶対おかしいもう会えないみたいな感じクロエ本当にごめんねなんとかしようと頑張ったんだけどでもどうにもできないごめん何の話かさっぱりだけど元気出しなよ私マックスがいてくれて本当に嬉しいよ親にも友達にも恵まれて不満なんて全然ない一生友達だよ 大人にになっってもずっと一緒にいようねお願い何があっても自分を強く持ってほしい私がクロエのそばにいなくても私はずっとクロエを見守ってるからいつだって味方だからいつだって。